朝木組ムービー対戦クランクインします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてご紹介をしてください。相馬ハルト役白石しめさんです。お願いします。ストーリーも51話からつながっている話で、暦の指輪を、どう眠らせるかっていう、まあ本当にこれでリザードがちゃんと完結したっていうことなのかなと思う。みんな見てくれる人たちのためにもそこはしっかりと最後にやりたいなっていう気持ちでやります。どうなってんじゃん、話すガチャンからの電子、まあまあシールドはシールド、一個一個ダウンロードしてる。そう、それやってきたわけだからね。難しいんだよ本当はね。簡単にやってる風だけどね。はい、わからないよ。だから早く教えて。変身。こうやって暦がまた別のもので帰ってくるっていうのはすごい嬉しいし、また多分ファンの方とかは新しいもの見れてね、楽しいと思うし、私自身もこういうちょっと悪役チックなのをやってみたかったし、楽しんでます。いろいろもう終わる、もう終わるってね、ずっと言われてきましたけど、これは本当の最後だし、最後までね、俊平として俊平1年間良かったなと俊平に感謝しつつ、全力で最後まで尽くしていきたいと思います。もうガイムの作品に入れてもらうって感じの、もう本当新しい作品へのバトンタッチみたいな、やっぱりこれで大門凛子としてのその芝居が終わっちゃうので、最後まで、最後の最後までちょっと凛子として全力投球で頑張っていきたいと思います。さあ、勝負俺がやる。変身。まあ映画はそのテレビシリーズでその、まあ、培ってきたというか、そのテレビシリーズでこう成長した姿をお披露目するというか、そのニート康介は17話から登場してここまで成長しましたっていうのを、なんかこう映画でこう皆さんに見てもらえたらいいなと思っていますね。あ、それと面影堂のそのメンバーだったりとかっていう絆がなんかこうにじみ出たら嬉しいですね。ちょっとドラゴンうめえ。あ、ごめんなさい、すいません、すいません、めっちゃかっこ悪いつまる、すいません。恥ずかしいつまずくって。ついに来ましたね。いや嬉しいですよ。昔から男の憧れの世界じゃないですか。そこに入れたというのはね、ちょっと俺あの台本いただいた時にニヤッとしましたね。で、全国のちびっ子を触れ上がらせようと考えてるんですけどね、今のところ。はい、はい、じゃあ皆さんご紹介させてください。カズラバ光太君、佐野岳さんです。よろしくお願いします。クモンカイト役、小林優太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。クレシマ三つなる役、高杉真宙さんです。よろしくお願いします。
くお願いします。現代はさながら帝国、誰か勝ち抜ける。まもなく映画初シーンです。タキタキ顎のロックシード、タンポポロックシードです。初めて見ました。平成相手が15作目で、まあ節目にもなるし、で全世代の方が見るような番組で主役をやれるっていうのはすごい自分の中で大きいし、すごい誇らしいし、それに伴って責任とかプレッシャーがかかるところは多いと思うんですけど、まあ、それを吹っ飛ばすぐらい全力で、この1年間ぶっちぎりたいと思ってるんで、なんでこの今回この作品、映画は第1作目なので、すごい燃えながら毎日撮影励みます。今日はさ、自転車を真横にちょっと使いすぎてるから、はい、はい、お願いします、こんばん、やっぱり僕はまあこの物語の中でもまあカイトのまあ強い志というか、まあ最初はこう力が全てだって言ってるんですけど、こうカイトのまあ自分自身の生き方を貫いて、そしてまあこうコウタと会った時にまあカイト自身がどう変わっていくかっていうのを自分で楽しみながら演じれたらなっていうのを思ってたので、今その途中で変わり始めてるところがすごい楽しいですね。本来の歴史とは違う世界ってことです。いや俺歴史とか苦手で、本当にウィザードの映画を見たんですけど、劇場版で見ちゃったからやっぱりすごい、なんだろう、ファンじゃないですけど興奮する感じですね。やっぱウィザードとライダーか、やっぱり自分が小さい頃憧れていた仮面ライダーなので、自分も小さい子、小さな子たちに憧れられるようなヒーローになりたいなと思います。マイさん、はい、林、何よあれ、私たちがいない間に。私映画に出るのは本当に初めてなんですよ。でガイムが初めてなので、すごい映画ってどんな感じなんだろうっていう緊張感と楽しみがあって、そうですね、すごい緊張するので、なんかもう先輩たち見習って頑張っていきたいと思います。食べていくには領地を広げるしかありません。蘭丸は意外と自分とちょっと似てるのかなっていうのがあって、そのちょっと男勝りというかサバサバしてるじゃないですけど、そういうところは似てるのでやりがいはありましたね。なんかもっと頑張ってやろうみたいなのはありました。あれ後でなんか毎度マイドです。俺が一番ルーキーですからね、お芝居は。渡せと言われて渡すやつがいるのかい。うわあ、よっ、楽しかったですね。はい、割と本当になんか普段の僕のテンションに近い部分も多くてやりやすかったです。自分では本当にね、これで大丈夫なのかなって思いながらちょっとビビりつつ本当進んできて、でもまあ監督がすごくいい感じだよってことを言ってくれたので、なんかそれが自信につながりましたね。それで乗り切れました。指輪の魔法使いだ。